長島茂雄は、なぜか、バースデーアーチを打ったことがない、と言ったが、誕生日は2月で、シーズンオフだった。長島茂雄は、試合前に、ストッキングがない、と言って、全員に探させたが、片足に2足履いていた。長島茂雄は、車の鍵がない、と言って、周りの戦士に探させたが、俺、電車で来てた、と言った。 息子の長島和重と野球観戦に行ったが、試合後、息子を球場に忘れて帰ってくることが何回もあった。長島茂雄は書類の職業欄に、長島茂雄と書いた。ちなみに好きな四字熟語は長島茂。雄。